フラグシップケーブルを聞くときはいつでもちょっと緊張する。というわけで、やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、ナイス HCK の新フラグシップ、ダールドラゴン、そういうとかいうパワー系の名前を与えられた、超高純度ケーブルだ。ちなみに、本機によく似た、ドラゴンスケールというケーブルも存在するんだけど、なんでそういうになったのかっていうと、ダールドラゴンはプラグが3つ存在する。これは、4.4mm ジャックのある仕組みに理由がある。本来、4.4mm プラグには、それぞれステレオで電流のプラスマイナスが通る曲が別々に設定されていて、それに加えて、もう一つ、アースを担当するはずの曲があるんだ、が、実際には機能してなかったりすることが多い。大元のソニーの DAP ですらそんな状況なので、このアースの部分を分岐させて、3.5mm プラグに丸投げしてしまおう、というのがダールドラゴンのような、2つのプラグを持つイヤホンの仕様なんだ。これは本来メーカーの想定していないものなので、ダールドラゴンを使用するときには、マニュアルの確認をすることをお勧めするぞ。おそらくこのケーブルを組み合わせるほどの環境というと、そんな理由で壊してしまったら泣くに泣けないレベルのはずだからな。さて、ダールドラゴンは、もちろん、そんな面白ギミックだけを引っ提げて登場したモデルではない。ドラゴンスケールが 7N 純度だったのに対し、ダールドラゴンでは、潜在は 8N にさらにパワーアップした単結晶銅、さらに、CVD という方式で表面に被膜されたグラフェンの層を持っている。ナイス HCK が過去に発売したグラフェンを表面にコートしたケーブルたちと比較すると、ダールドラゴンはそれらよりも高解像度で、グラフェンっぽい癖も少ない。まるでピエゾツイーターや、高質な BA のような音色をイヤホンにもたらすんだけど、その高質さがうさんくささや荒さにつながらないので、非常に粒立ちはいいんだけど、クリスプ感はありつつ、ドライに感じすぎない仕上がりだ。もちろん、高純度なケーブルの下地もちゃんと強い。特に、中高音域あたりの分離感に関しては特筆すべきものがある。そこに加えて、グラフェンっぽい、粒立ちの良さなんかを感じさせる高音域が合わさることで、より高質な音、クールな音の表現力が上がっているケーブル、という印象だ。ただただ基礎性能の高い高純度純導線の上に、さらに、味付けで一部の中高音域以上にグラフェンメッキの力強い粒立ち、解像感、クリスプさが効いてる、って印象だな。他のグラフェン利用のケーブルに比べて、導線の純度のおかげか、グラフェンが作用しているっぽい、一部の中高音域が妙に目立つことがなく、全体に解像感が高い音色で、さらに強くなって欲しい部分が持ち上がっている感じ、全体に対する、高質さの違和感は感じられなかった。また、ナイス HCK には、最近、高純度、分厚い専用のケーブルが多く登場しているんだけど、それらよりもさらに半歩、高解像度感と、クリアさが勝るような印象があった。やっぱり、ここら辺はフラグシップを終わらせるフラグシップ、といった肩書きを持っている理由だと思うな。なお、この手のフラグシップの中のフラグシップといった表現を使ったとき、大体それが最後のフラグシップになった試しはないわけなんだが、音質に関してはこんな感じ。どんなイヤホンでも、無理やりに解像感を引き出す、高級ケーブルにふさわしい代物だ。ビジュアルから気になる人もいるんだけど、取り回しや重量について触れていこうか。ダールドラゴンは、布巻き4芯のケーブルの上に、シールド材としてもう一つナイロンのような高質な層が用意されている。この部分の取り回しは正直結構癖があって、あまり曲がらないので、外歩きの時なんかに活用するのは難しい取り回しのケーブルだ。ただ、卓上で使う時には、案外タッチノイズもなく、十分に音楽に集中し、自由な姿勢で聴けるケーブルになっている。また、ダールドラゴンとの違いとして、スプリッター及び、スライダーが変更になってる。デュアルドラゴンでは、スライダーが用意されていないので、タッチノイズをより抑制した装着方法が期待できる分、ダールドラゴンの方が扱いやすいように思えるな。特に、卓上や、大型の DAP と組み合わせて使うシチュエーションがとても多くなるケーブルだと思うので、この不便さを乗り越えてでも、この音質を手に入れたい、と思う人は多かろう。ちなみに、値段がかなり違うけど、フラグシップクラスと言っていい？ナイス HCK ハイコットンと比較すると、明らかにこちらの方が、タッチノイズは少ない。ケーブルは結構自由にビョンビョン空中で暴れるんだけど、それゆえに、重量で吹くと擦れ合うケーブルよりも、案外ノイズは少なくなるんだよな。というわけで、正直、取り回しはかなり存在感がある、が、それを乗り越えてでも購入する価値のあるケーブルだと思う。組み合わせるイヤホンは、音質的には選ばないけれど、実際の取り回し面で、多少影響されそうだ。また、前述のプラグ周りの特殊性から、2ピン MMCX のみ選択可能。プラグは、4.4mm 入力と、
3.5 ミリのグランド単頭のみの設定となっている、プラグなど、飛び道具感が強いケーブルなんだけど、その音色は正統派高解像度系だ。あなたのコレクションに、合うイヤホンがあるかもしれないぞ。といったところで今回はここまで。